稲葉社長、今日は1000円でいろいろなアレンジで食事します。やってきたきたくら寿司、サイドメニューから注文していきます。届いたのがくらだし、いただきます。あったまる。続いて登場、茶虫。やっぱうまい。少し味変、ポン酢が合う。ぺくり。まここで視聴者の方からいただいたアレンジ、くらだしをかけてぺくり、だし感倍増。届きましたわ、縁側。一貫はポン酢をかけてぺくり、これうまいんです。ここで視聴者の方からのアレンジ、茶虫ダイブ。とろっとしていて濃厚な縁側のコクがうまい。そして登場、熟成風。ではしゃぶしゃぶしゃぶ、ふぐしゃぶぺくり、ふぐしゃぶ最高。そして登場、卵焼き。一貫はしゃぶしゃぶしゃぶ、だし巻き風卵ぺくり、だしが香ってうまい。ここで登場、特大切りうね。少しうなぎをもらい、卵焼きで丸めて食べればうまき。ぺくり、よし。残ったシャリうなぎも一緒にダイブ。アンドわさびトッピング、ひつまぶし風ぺくり。幸せな甘さ、ごちそうさまでした。ぴったり合計1000円。美味しかった。